はい。えー、っと、呪術改戦で釘崎が復活した件についてなんですけど、あの、これについて思ったのは、結局、悪民ゲゲって予想通りの展開しかできないんだなぁって思いましたね。っていうのも、釘崎が復活して、いた、あの、宿男の指を取っておいて、それに伴いをかますっていうのは、もう、俺でもず,ずっと前から予想していた、誰でも予想していた展開ですよね。 それを残り4話の段階でドヤ顔で出されても全く驚きも感動もしなかったですね。まあこのままイタドリが宿儺を倒すっていう王道展開で終わっていくのかなって思うんですけどこ,れこ,のこの程度の展開なら俺でも書けるし俺漫画家になろうかなって思いましたね。 正直、呪術回戦より面白い漫画を描く自信はありますね。